龍が如くセブン、前回追加プレイしていきましょう。さて、足立さんが時間を稼いでくれてる間に幹部会に乗り込んでいきましょうか。乗り込ませろ。てめえ何者だ。パスが一番です。よし、ロックスイング。何これ、どうすればいいの。レあいた、やばい、伸びてる間はやばい。ロックス、いや渾身パンチでいいか。よいしょ、オッケー、はい、ロックスイング、よし、オッケー、挑発か。おら、はい、よし、なんかいっぱいあるな。あー、なるほど、手榴弾か。でもかなりあれだな、回復用のやつとか置いたりして。そんなきついのかこの対戦。お、沢城の頭。ああ、久しぶりだな。一、いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすね。頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る、おいおい、やめてくれよ。このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一位、たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭。それでもあれなんだな、頭ってちゃんと呼ぶんだな。え、どうする？アイテム使う？強えのかな？周辺にも与えれるからな。おい、ゴケボール、おら。二分、なんか。危な、怖っ、呼吸点だぞ。こんなのはどうだ、死ね。なめんなよ。あ、いた、いた、弱い、思ったより弱いぞこの人。ロックスイング、見せてやるよ。はい、さて、どうしようかな。
ノックシングルいいか。とっておきだ。ほら。はい。嘲笑。その程度かよ。よし、行くぞ。はい。ノックシングル。はい。オッケー。危ない危ない。よし。とっておきだ。足がそんな強くねえな。冷たい殺気。うわあ、バフか。柱の気配が変わった。それにあの構え、警戒した方がいいな。防御か。ここは守りを固めて様子を見るか。おぶ。うまくいったな。危なかった。ノックスイング。はい。よし。はい。アイテム。CC でも。そんな回復しないんだね。痛い。ノックスイング。はい。はい。よし、60。ノックスイング。はい。あとは殴ったら終わるか。はい。よし。終わり。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやつさん、どなたかね。これは失敬。私宛ての客人です。やっぱり来たが、やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやつさん、聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、すべては予定通りです。おやっさん。すまねえな、イチ。死んでくれ。いやでもさすがに死んでないんだろうな。生かすために撃ってくれたみたいな感じかな。残暑、どん底の町。なんだ？中華街のマスコット的な？怖っ。結
構がっつり心臓のあたり撃たれてんだな。ああ、偉人帳だ。ようやく目覚ましたか。お、安健だ。水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜どうでしょう。水曜はこの辺、生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。え？母ちゃんとか神さんとか子供とか誰かは心配してんだろう。俺は迷惑はごめんだ。ああそうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あの世を。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや生きてるよ。へえ、なんだよくさ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。わかったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく直せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ、なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お、いいの？お裾分けしてくれんのか。俺じゃなかった。でもカセットボンベを切らしててな、一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ、ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。え、どうした。そう、いろいろ聞きてえことが。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ横浜。はあ、横浜。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒ぐしいと思ったら、仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん、でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと、弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。そう狙ってくれたのかな。ちょっとでもずれてたらあの世行きだった。そんなことできんのかな。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え、ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る。殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。わかったか。わかったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。あの、迷惑はかけねえ。少しの間だけ
ここで休ませてくんねえか。やだね。頼む、ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い縁が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも、恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって、何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上、俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は？一番、春日一番だ。うん、偽名を使うとは意外と用心深いな。ああ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え、そうなのか。ああ、これは失敬。ああ、うん、じゃあ一番でいいな。ああ、で、あんたは？ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。あの、ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。うん、そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いで、でもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか。わかった。でもどうやって稼げばいい。教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を。自販だったらあれしかないよな。言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。お釣りとこの下か。実際落ちてるもんなのかな。稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え？本当か？ああ、間違いない。今日はついてるぜ。座れ。コテコテやないか。なんだよ、くそ。変な希望持たせるんじゃねえ。ったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん、
あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。分かったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな、しっかりやれよ新入君。気は乗らないが仕方ねえ。近くの自販機とゴミ箱を回ってみるか。いいものサーチ。所持してたお金はコンビニの ATM に、アイテムはアイテムボックスに送られました。だから今は何も持ってないよってことね。スマホは持ったまま？はい。ということで、じゃあ、これ一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。